破壊から始まる創造っていうのが僕の大尊敬するヒデさんの言葉だったので、それはですね、X はまあ4ピースのバンドでアンサンブルを大切にしていて、ジャンルという壁をこだわらないバンドでしたね。だからたくさんいろいろという引き出しからまあいろいろアイデアを持ってきて、斬新なものを作ろうという革新的というか前衛的なポジティブな発想の持ち主たちが揃ったバンドだったと思いますよ。いや、みんながわがままで自己主張が強かったから、いきなり100万枚セールスが達せたし、それだけの努力もしてきたし、それだけの実力才能も持っていて、まあそれだけの支える関係スタッフと巡り合えたっていう結果じゃないですかね。偶然というか必然というかよくわかりませんけど、まあそれは現象として起こったっていう。で、それが現在ビジュアル系っていう、まあね、種類、ジャンルを作ってるっていうことになったんじゃないですかね。まあヒデは、まあ、なんですかね、僕は、とても好きな人間でしたね。尊敬できる人間でしたね。まあ、一緒に釜の飯を食ってきて、一緒に音を作ってきたメンバーですから、それが亡くなった時っていうのは、どういう思いかって一言じゃ説明できないのは当たり前なことであると思うんですけど、まあ、心の中、に、まあ、今でもやっぱり問いかけてくるっていう感じはありますよ。大丈夫、それは違うんじゃないの、それはそれでいいと、ヒデだったらこういうなっていう部分はやっぱ今でもありますね。五色さんっていうのは、まあ、謎に包まれてるところがね若干あるんですが、五色さんってどういう人なんでしょうか。よくわがままでね、カレーの味が気に食わないから帰っちゃうとかもいろいろ、まあ、バラエティ番組で言われたりしていますけれども、そういったわがままなところを持ったタイプの方なんですか。いや、知りません。かっこいい男ですよ。かっこいい男ですか。はい、かっこいいと思いますよ。あんだけスーパース叩けて、メタリカのラーズぐらい叩けるんじゃないですかね。センスもあって、でピアノも弾いて、であれだけの動員数を誇れるっていうことはやっぱすごいことだと思いますよ。先日の東京ドームのね、復活祭のお祭りは、足を運ばれましたか、会場に。僕は味の素のヒデの追悼ライブに足を運びまして、チケットを買ってみましたけど。チケットを買ってご覧になられた。はい、その日はバックステージに行って旧友たちと会うということはありましたか。まあそうですね、ある部屋を通して、まあ、ちょっと段々する程度は会いましたけど。いかがでしたか、味の素の巨大スタジオでヒデさんを中心に行われたライブを、まあ、客席からご覧になられた感想というのは。別に僕は5万人ホールの東京ドーム僕3回やってますんで。かつてね、はい。はい、でも別には昔とご案内なみたいな感じですけどね。昔 X にいた頃の僕はこうだったなと思うと、どういう言葉が出てくるんですかね。変わってないですよ。はい、心の中でということですか。まあ年齢が今63ですから、あれいくつだっけな。41。あ、41だ。で、まあ気持ち的には
なんだ変わってないですね。で、ロック引退したけどじゃん、全然変わってないですね。年齢を重ねても心はやはり変わらない。ていうか、心変わってちゃロックできないんじゃないかなって思うんですけど。やめた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。変わるようだったら。はい。現在ですね、はい、アティチュードという映画、ロック映画がありまして、元カラーのダイナマイトトミーさん、ボーカルですね。はい、現フリーウィルというあの会社の代表ですが、まあ、彼がシナリオを作成して、まあ、自らのレンズを通して、撮影した編集した映画に対して、ロック映画に対して僕は音楽監督という役割をいただいております。で、その音楽を作ってきました。今回の映画のことに関して言いますと、ワンシーンワンシーンがその人が一体誰なのかで、まあ、トミーさんの頭の中ではこれは何を考えてどういう感情なのか、でこのセリフは何を意味するのかということを理解して認識していないと作っていく上で の責任感にもかかってきますんで、何曲もボツにしたりとかっていうのがあって、もうワンシーンに関して30曲作る場合もあれば1曲で済んじゃう場合もあるし、まあ、そこら辺は、まあ、映画を、まあ、500回以上もやっぱり見て、その次のセリフは何だっていうのを覚えた上での話なんですけど、いや音楽な本当に奥が深いし、僕は音楽をやっててよかったなと本当つくづく思いますね。この映画が なかったら僕は音楽業界、この腐った音楽腐ったら業界に多分いなかったんじゃないかなと思うぐらい、国外追放されるんじゃないのかなみたいなぐらいで、こんなところでやったらねみたいな気分も何にしもあらずで捉えていましたんで、で何ですかね、人真似はしてきなくて来なかったし、何ですかね、そういう意味じゃこの映画を通じて新しく自分、こんな自分がいたんだというのを発見できることができたという、音楽がやっぱ深いなというところですね。100はないんだなということですね。100というか、まあ、要するに完成形というのはないということが、まあ、よく分かりましたね。Thank you.
京ドームのね復活祭のあのお祭りは足を運ばれましたか会場に。僕は味の素の秘伝のあの追悼ライブに、足を運びましてチケットを買ってみましたけど。チケットを買ってご覧になられた。はい。その日はバックステージに行って旧友たちと会うということはありましたか。まあそうですね、 ある部屋を通して、まあ、ちょっと談談する程度は会いましたけど。いかがでしたか、あの味の元の巨大スタジオでヒデさんを中心に行われたライブを、まあ、客席からご覧になられた感想というのは。別に僕は5万人ホールの東京ドーム僕3回やってますんで。かつてね、はい。はい。でも別には昔とかあんねえなみたいな感じですけどね。昔 X にいた頃の僕はこうだったなと思うと、どういう言葉が出てきますかね。変わってないですよ。はい。心の中で。もう年齢が今63ですから、あれいくつだっけな、41。あ、41だ。で、まあ気持ち的には何ら変わってないですね。ロック引退しての気持ちは全然変わってないですね。年齢を重ねても心はやはり曲もボツにしたりとかっていうのはあって、もうワンシーンに関して30曲作る場合もあれば1曲で済んじゃう場合もあるし、まあ、そこら辺は、まあ、映画を、まあ、500回以上もやっぱり見て、その次のセリフは何だっていうのを覚えた上での話なんですけど。いや音楽な本当に奥が深いし、僕は音楽をやっててよかったなと本当つくづく思いますね。この映画が なかったら僕は音楽業界、この腐った音楽腐ったら業界に多分いなかったんじゃないかなと思うぐらい、国外追放されるんじゃないのかなみたいなぐらいでこんなところでやったらねえみたいな気分もなきにしもあらずで捉えていましたので、で何ですかね、人真似はしてきなくて来なかったし、何ですかね、そういう意味じゃこの映画を通じて新しく自分こんな自分がいたんだというのを発見できることができたという、音楽がやっぱ深いなというところですね。100はないんだなということですね。100というか、まあ、僕はとても好きな人間でしたね。尊敬できる人間でしたね。まあ、一緒に釜の飯を食ってきて一緒に音を作ってきたメンバーですから、それが亡くなった時っていうのはどういう思いかって一言じゃ説明できないのは当たり前なことであると思うんですけど、まあ心の中に、まあ、今でもやっぱり問いかけてくるっていう感じはありますよ。大丈夫、それは違うんじゃないの、それはそれでいいと、ヒデだったらこういうなというのはやっぱ今でもありますね。ヨシキさんっていうのは、まあ、謎に包まれてるところがね若干あるんですが、ヨシキさんってはどういう人なんでしょうか。よくわがままで、ね、カレーの味が気に食わないから帰っちゃうとかもいろいろバラエティ番組で言われたりしていますけれども、そういったわがままなところを持ったタイプの方なんですか。いや知りません。かっこいい男ですよ。かっこいい男ですね、はい、かっこいいと思いますよ。あんだけスーパースター叩けて、メタリカのラーズぐらい叩けるんじゃないですかね。センスもあって、でピアノも弾いて、で
あれだけの動員数を誇れるっていうことはやっぱすごいことだと思いますよ。先日の破壊から始まる創造っていうのが僕の大尊敬するヒデさんの言葉だったので、それはですね、あの X はあのまあ4ピースのバンドで、あのアンサンブルを大切にしていて、ジャンルという壁をこだわらないバンドでしたね。だからあのたくさんいろいろという引き出しから、あのまあいろいろアイデアを持ってきて、あの斬新なものを作ろうという、あの革新的というか前衛的なポジティブな発想の持ち主たちが揃ったバンドだったと思いますよ。いや、みんなわがままで自己主張が強かったから、いきなりあの100万枚セールスが達したし、それだけの努力もしてきたし、それだけ の実力才能も持っていて、まあ、それだけの支える関係スタッフと巡り合えたっていう結果じゃないですかね。偶然というか必然というかよく分かりませんけど、まあそれは現象として起こったっていう。でそれが現在あのビジュアル系っていう、まあね、種類ジャンルを作ってるっていうことになったんじゃないですかね。まあヒデはあのまあなんですかね、変わらないっていうか、あの心変わってちゃうロックできないんじゃないかなって思うんですけどやめた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。変わるようだったら、はい、現在ですね、はい、あのアティチュードという映画、ロック映画がありまして、元カラーのダイナマイトトミーさん、ボーカルですね、はい、現フリーウィルというあの会社の代表ですが、まあ彼があのシナリオを作成して、まあ自らのレンズを通して、まあ、撮影した編集したあの映画に対して、ロック映画に対して僕はあの音楽監督というあの役割をいただいております。でその音楽を作ってきました。あの今回の映画のことに関して言いますと、ワンシーンワンシーンがあのかその人が一体誰なのかで、まあ、頭トミーさんの中頭の中ではこれは何を考えてどういう感情なのか、でこのセリフは何を意味するのかということをあの理解して認識していないと、あの作っていく上で の責任感にもかかってきますんで、あのそれだけ の実力才能を持っていて、まあ、それだけの支える関係スタッフと巡り合えたっていう結果じゃないですかね。偶然というか必然というかよく分かりませんけど、まあ、それは現象として起こったっていう。でそれが現在あのビジュアル系っていう、まあね、種類ジャンルを作ってるっていうことになったんじゃないですかね。まあヒデはあのまあなんですかね、僕はとても好きな人間でしたね。尊敬できる人間でしたね。一緒に釜の飯を食ってきて、一緒に音を作ってきたメンバーですから、それが亡くなった時っていうのはどういう思いかって一言じゃ説明できないのは当たり前なことであると思うんですけど、まあ心の中に、まあ、今でもやっぱり問いかけてくるっていう感じはありますよ。大丈夫、それは違うんじゃないの、それはそれでいいと
ヒデだったらこういうなという部分はやっぱ今でもありますね。五色さんっていうのは、謎に包まれてるところがね、若干あるんですが、五色さんってはどういう人なんでしょうか。よくわがままで、ね、カレーの味が気に食わないから帰っちゃうとかも、いろいろバラエティ番組で言われたりしていますけれども、そういったわがままなところを持ったタイプの方なんですか。いや、知りません。かっこいい男ですよ。かっこいい男ですね。はい、かっこいいと思いますよ、あんだけスーパースター叩けて。メタリカのラーズぐらい叩けるんじゃないですかね。センスもあって、でピアノも弾いて、であれだけの動員数を誇れるっていうことはやっぱすごいことだと思いますよ。先日の東京ドームのね、復活祭のあのお祭りは、足を運ばれましたか、会場に。僕は味の素のヒデの、あの追悼ライブに、足を運びまして、チケットを買ってみましたけど。チケットを買ってご覧になられた。はい、その日はバックステージに行って旧友たちと会うということはありましたか。まあそうですね、あのある部屋を通して、まあ、ちょっと談談する程度は会いましたけど、できたという。ああ、音楽がやっぱ深いなというところですね。100はないんだなということですね。100というか、まあ、僕はとても好きな人間でしたね。尊敬できる人間でしたね。まあ、一緒に釜の飯を食ってきて、一緒に音を作ってきたメンバーですから、それが亡くなった時っていうのはどういう思いかって一言じゃ説明できないのは当たり前なことであると思うんですけど、まあ心の中に、まあ、今でもやっぱり問いかけてくるっていう感じはありますよ。大丈夫、それは違うんじゃないの、それはそれでいいと。ヒデだったらこういうなという部分はやっぱ今でもありますね。五色さんっていうのは、まあ、謎に包まれてるところがね、若干あるんですが、五色さんってはどういう人なんでしょうか。よくわがままで、ね、カレーの味が気に食わないから帰っちゃうとかも、いろいろバラエティ番組で言われたりしていますけれども、そういったわがままなところを持ったタイプの方なんですか。いや、知りません。かっこいい男ですよ。かっこいい男ですね。はい、かっこいいと思いますよ、あんだけスーパースター叩けて。メタリカのラーズぐらい叩けるんじゃないですかね。センスもあって、でピアノも弾いて、であれだけの動員数を誇れるっていうことはやっぱすごいことだと思いますよ。先日の破壊から始まる創造っていうのが僕の大尊敬するヒデさんの言葉だったので、それはですね、あの X はあのまあ4ピースのバンドで、あのアンサンブルを大切にしていて、ジャンルという壁をこだわらないバンドでしたね。だからあのたくさんいろいろという引き出しから、あのまあいろいろアイデアを持ってきて、あの斬新なものを作ろうという、あの革新的というか前衛的なポジティブな発想の持ち主たちが揃ったバンドだったと思いますよ。いや、みんなわがままで自己主張が強かったから、いきなりあの100万枚セールスが達したし、それだけの心の中でということですか。もう年齢が今63ですから、あれいくつだっけな、41。あ、41じゃ。で、まあ気持ち的には
なんだ変わってないですね。で、ロック引退したけどじゃあ全然変わってないですね。年齢を重ねても心はやはり変わらない。ていうか、心変わってちゃうロックできないんじゃないかなって思うんですけど。やめた方がいいんじゃないかなって思いますけどね。変わるようだったら、はい、現在ですね、はい、アティチュードという映画、ロック映画がありまして、元カラーのダイナマイトトミーさん、ボーカルですね、はい、現フリーウィルというあの会社の代表ですが、まあ彼がシナリオを作成して、まあ自らのレンズを通して、まあ、撮影した編集した映画に対して、ロック映画に対して僕は音楽監督という役割をいただいております。で、その音楽を作ってきました。今回の映画のことに関して言いますと、ワンシーンワンシーンがその人が一体誰なのかで、まあ、トミーさんの頭の中ではこれは何を考えてどういう感情なのか、でこのセリフは何を意味するのかということを理解して認識していないと作っていく上で の責任感にもかかってきますんで、何曲もボツにしたりとかっていうのはあって、もうワンシーンに関して30曲作る場合もあれば1曲で済んじゃう場合もあるし、まあ、そこら辺は、まあ、映画を、まあ、500回以上もやっぱり見て、その次のセリフは何だっていうのを覚えた上での話なんですけど、いや音楽な本当に奥が深いし、僕は音楽をやっててよかったなと本当つくづく思いますね。この映画が僕は音楽をやっててよかったなと本当つくづく思いますね。この映画がなかったら僕は音楽業界、この腐った音楽腐ったら業界に多分いなかったんじゃないかなと思うぐらい、国外追放されるんじゃないのかなみたいなぐらいで、こんなところでやったらねみたいな気分もなきにしもあらずで捉えていましたんで、で何ですかね、人真似はしてきなくて来なかったし、何ですかね、そういう意味じゃこの映画を通じて新しく自分、こんな自分がいたんだというのを発見できることができたという、音楽がやっぱ深いなというところですね。100はないんだなということですね。100というか、まあ要するに完成形というのはないということが、まあ、よく分かりましたね。Thank you.
京ドームのね復活祭のあのお祭りは、足を運ばれましたか会場に。僕は味の素のヒデのあの追悼ライブに、足を運びましてチケットを買ってみましたけど。チケットを買ってご覧になられた。はい。その日はバックステージに行って、はい、でも別には昔とごあんねえなみたいな感じですけどね。昔 X にいた頃の僕はこうだったなと思うと、どういう言葉が出てくるんですかね。変わってないですよ。はい。心の中でということですか。もう年齢が今63ですから、あれいくつだっけな。あ、41だ。で、まあ気持ち的には何ら変わってないですね。で、ロック引退しての気持ちは全然変わってないですね。年齢を重ねても心はやはり曲もボツにしたりとかっていうのがあって、もうワンシーンに関して30曲作る場合もあれば1曲で済んじゃう場合もあるし、まあ、そこら辺は、まあ、映画を、まあ、500回以上もやっぱり見て、その次のセリフは何だっていうのを覚えた上での話なんですけど、いや音楽な本当に奥が深いし、僕は音楽をやっててよかったなと本当つくづく思いますね。この映画が なかったら僕は音楽業界、この腐った音楽腐ったら業界に多分いなかったんじゃないかなと思うぐらい、国外追放されるんじゃないのかなみたいなぐらいでこんなところでやったらねみたいな気分もなげにしもあらずで捉えていましたので、で何ですかね、人真似はしてきな来なかったし、何ですかね、そういう意味じゃこの映画を通じて新しく自分こんな自分がいたんだというのを発見できることができたという。音楽がやっぱ深いなというところですね。100はないんだなということですね。100というか、まあ、僕はとても好きな人間でしたね。尊敬できる人間でしたね。まあ、一緒に釜の飯を食ってきて一緒に音を作ってきたメンバーですから、それが亡くなった時っていうのはどういう思いかって一言じゃ説明できないのは当たり前なことであると思うんですけど、まあ心の中